ル千葉彩子です。千里優香です。はい、結構ご無沙汰しておりますではない感じですね。最近、うん、そうですね、はい、はい、いろいろと、でてもらっておりますが、はい、間もなく7月の22日になりますと、はい、私たちのセカンドシングル超絶特急ゴンティアラー発売になります。はい、覚えててくれてますでしょうか。ねえ、この梅雨のグタグタ感と夏の暑さで、うん、ポケーとしっかり忘れてしまっていないでしょうか。はい、私たちの、セカンドシングル、ゴーティアラ、本当にね、広告とかもしかしたらどこかで見かけているかもしれませんが、かなり元気、ハツラツな、そうですね、夏に向けて、うん、ゴーティアラ、ね、そうですね、私たち2人がやっているティアラベイ、いろいろベリーナイトという番組のオープニングテーマになっております。そして、2曲目にはラブピニッツという曲が入ってまして、はい、こちらはなんか爽やかな、はい、キュートさあるね、満載で、うん、ときめきって感じだよね。はい、うん、はい、こちらはですね、メモリーズオフ、それから、はい、の、エンディングテーマになっています。どちらももちろんシクラチオマラさんにプロデュースしていただいておりますので、ぜひとも、7月22日発売のこのティアラ、ラブミネツ聞いて夏を乗り切ってもらいたいなと思います。はい、はい、それからですね、今後また7月に入っていきますと、そのマキシシングルの方もそうなんですけれども、ティアラベイ2人ともですね、またいろいろと動きがありますので、新着情報がまたお伝えできる時が来ると思います、うん、そちらの方は、まあ、もちろんアニメント TV さんの方もそうですし、私たちのホームページ、それからラジオの方でもいろいろとお伝えしていきたいと思いますので、目を離さないで応援してもらいたいと思います。さて、6月末といえば言えば6月、はい、私事で大変申し訳ないんですけれども、はい、あ、ありがとうございます。すいません、いただきます。こちら、千葉彩子のセカンドアルバム Everything、出来上がりました。はい、そうです、どうもありがとうございます。今届けてもらいましたが、ちょっとまあいろいろありまして、まあ、ね、開けちゃっていいの、いいの、じゃあ開けちゃいます。もうどうですかね、どんな塩梅ですかね。皆さん、いや、皆さんも手に持っている方、持っていない方、いろいろまだだよっていう方いらっしゃると思いますが、ちょっとこんな開け方しちゃまずいけど、まあいいや。はい、こちら、じゃじゃん、初回限定でですね、こちらスリーブ付きでございます。開けると全く違う写真になっているので違う写真を見たい方は、ぜひともですね、CD を買って見てもらいたいと思います。はい、セカンドアルバム、本当に、なんだろうな、Everything というタイトル通り、すごく、一番最後の全て、そして一番大切なものを詰まったアルバムになりました。なのでですね、ぜひとも手に取ってじっくり聴いてもらいたいと思います。はい、そんな感じで、ゆかさんもいっぱい聴いてくださいね。はい、はい、聴いていっぱい見ます。はい、見てください、はい、はい、写真も満載なので、はい、そして私、ティアラベイもね、まあ、アルバム作りとか今後できればいいなと思っておりますので、またこれからも力を合わせて頑張っていきます。まずは、7月22日のゴーティアラ、そして、7月に入ったらまた私たちの新着情報等々、お伝えできますので、そちらをお楽しみに。というわけで、はい、また長くなってしまいましたか。はい、ゆかさんは思い残すところはないですか。はい、セカンドシングルぜひぜひ予約してください。いいね、ゆうかのその一言があればみんな予約しますよ。いやありがとうございます。はい、ではまた、はい、近々お会いいたしましょう。お相手はティアラベイ千葉彩子と千葉ゆうかでした。さようなら。